はい、小6英語です。初めての英語ね、薄い方のテキストですね。あれが一通り終わったので、今日からはですね、復習ということで、はい、今日はね、総まとめテストというのをね、やってみました。で、この総まとめテストですね。はい、そこで、まあ最初はね、アルファベット等々の問題なので、そこはちょっと省略しました。はい、それ以下の問題ですね、もう一回確認してみましょうということでございました。最初は、はい、この日本語の意味に合うように、ね、何か英語を入れてくださいよっていう話ですね。はい、そんなところで、はい、あれはリンゴです。あれはリンゴです。あれ、ね、これは何々ですとか、あれは何々ですっていうのはね、一番最初のところでやりましたよね。はい、ですので、はい、これは this でしたが、あれですので、that としてあげて、はい、not is。はい、これであれは何々ですとなったね。はい、そして、リンゴということで、apple と来てる。まあ、普通はっていうのは変だけれども、こんな調子で、ほら、あなんていうのを入れてきたんだけれどもね、はい、母音と言いました。あいうえおの発音の前では、はい、このあはね、はい、あーんとしたんだよね。はい、ですから That is an apple。 そう、こんな具合でよろしいわけです。はい、続いてはこれは箱ですか。これはですから、今度は This ときましてね、This is の、はい、疑問文になるわけです。 This is の疑問文、まあ、That is の疑問文もそうですけれども、 be 動詞 is を前に出してあげたんですよね。はい、ですから今回 this is の is が、はい、この前に出てきて is there ですね。はい、そしてここは特にね、母音ではないので、あと入れてあげて a box というふうにしてあげようかということでした。はい、彼はボブの弟です。はい、今度は彼は何々ですかね、ある男の人を指して、また女の人を指して、彼女は何々ですなんていうのがあった。はい、今度は彼はだから、はい、ここで he と置いてあげて he is。 はい、そしてボブの弟ですとありますね。 brother っていうのが弟。はい、ですからボブのという意味をつける、作ってあげる。はい、人の名前のね、出てきてね、まあ私のとかだったら my とかね、あなただったら your なんていうのがあるけれど、ボブのなんていう時は、はい、ボブとまず書いた、その名前ですね。そしてここでアポストロフィー S をしてあげて、何々ズですよね。はい、これで誰々の、ね、トムのだったらトムズと、ね、ケンのだったらケンズなんていう風に書いてあげて、はい、出来上がる。はい、だからボブズブラダー。はい、これで彼はボブの弟ですとなりました。彼女はあなたの友達ですか？はい、今度はほら、ひじゃなくて、彼女になったんで、で、しかもそれがほら、また疑問文なのよ。だから、is が前に出てる。ですので、はい、ここで彼女という意味の言葉。ね、これが入っていきたいですね。はい、ですから、is she だ。はい、これで彼女は何々ですか？はい、じゃあ、のんのんですか？あなたの友達。はい、フレンド来てますね。ですから、あなたのというところだね。これだね。はい、ですので、これはね、先ほどちょこっと言っちゃったけどね。はい、your ね、なんていうのを入れてあげたということでした。あれはペンですか？それとも鉛筆ですか？選択疑問文というやつでしたね。あれはですから、ここと一緒、あ、ここと、まあ、ここと一緒ね、that is の、まあ、そして疑問文なので、is が前に出てます。ですから、ここは、あれという意味で、that でいいでしょう。はい、is that。はい、そして、a pen。まあ、ここまでだったらね、あれはペンですかっていうような意味になりますよね。はい、そして、今回は選択疑問文ということで、それとも、なんていう意味が付け加えられてね、何々ですかとさらに続いています。はい、ですので、このそれともぐらいな意味ですね。はい、ですので、おわー、なんていうのを入れてってあげようっていうことだったわけですね。はい、ですので、ここでは、まず、this is, that is の文章。ね、それから、he is, that, she is, that の文章。で、あとは、私の、あなたの、ね、ボブのとかっていう言い方ですね。また最後に、選択疑問文なんていうのが出てきました。ところで、選択疑問文。ね、通常疑問文で最後、上げて読むんだけれどもね。はい、選択疑問文の場合は、はい、over の前は一旦上げます。でも、最後は下げて読む。なんていう決まりもありましたよね。さあ、続きますとですね、はい、机の絵が出てます。机の絵が出てます。で、はい、そして、こんな質問があるんです。
はい、Is this a chair? ね、なんて聞かれたらね。はい、チェアっていうのは椅子ですね。これ机だったんです。だから違うんですよね。はい、ですから答え方、どんな答えになるんでしょうかと言ったら、はい、Yes, No で、はい、違うんだから No。はい、そして This であっても、That であっても、とにかく It という言葉で受けていきます。はい、そして Is Not、まあ、Isn't ということで、No, It Isn't。いやいや、違いますよというふうに、ね、意味ですね。はい、次、Is this a desk or a table?これは机ですか？それともテーブルですか？先ほどの選択疑問文です。机だったんですよね。はい、だから選択疑問文の時は、はい、いいえではないんです。Yes, No じゃないんです。はい、これも This であっても That であっても It というのを使って答えは作っていきます。今回机だったわけですね。はい、ですから It is a desk でなんていうふうに答えとして作ってあげたんです。じゃあ次、What is this? これは何ですか？聞かれた時。やっぱりこれ何って聞かれてるからはいとかいいえじゃないんだね。でこれもまた This で聞かれてようが That で聞かれてようが It を使って答えていきます。これ何って言われて机なんだからおそらく机だよということで、はい、It is a desk なんていう風な答え方になる。たまたまね、カッコにカッコさんはね、答え方としては全く同じ書き方になってくるということなんですね。はい、ですので、イエス・ノーで答える答え方と、それ以外の答え方っていうのでね、しっかり区別はしてあげたいということですね。さあ、そして、否定文、疑問文の作り方いきましょう。はい、This is a pencil. はい、疑問文にしてください。先ほどやりました。Is の前に出してあげればいいんです。はい、Is this a pencil? で、これでいいね。クエスチョンマークくっつけてあげた。はい、He is Bob. 彼はボブです。彼はボブですか？やっぱり Is を前に出してあげて、Is he Bob? これでいいんです。はい、次、That is Amy's bag. お、否定文にしてください。否定文ってのは何々ではありません。はい、ですから、はい、基本的には、まあ、is の後に not、not をつけましょうということなんですが、今回空欄が一つしかないんです。はい、だから、is not の短縮形ということで、isn't というのを入れてあげた。また、she is my sister も否定文にします。ね、はい、is の後に not を入れてあげるというのが疑問ですが、空欄が一つしかない。はい、ですから is not の短縮形で isn't っていうのを入れてあげたということでございました。ここでは、いわゆる be 動詞と呼ばれるね、am, is, are の使われる文章ね、いうことが中心だったのかなということになりますね。はい、次はまたね、一般動詞が絡んでくるものを見ていきたいというふうに思っております。はい、今日はこんなところでございます。では、また。